コーナーで始まりました。もてつチャンネルじゃなかったもてつさんチャンネル。今入ると損する大学ランキング私立園というですね、はい、とんでもないランキングがありますので、そちら紹介していきたいと思います。はい。で、損するってどういうことやねんと思ったんですけども、指標がいろいろとあるわけです。入りやすさ、学費の安さ、就職の強さ、将来の年収、で、人生充実度、なんだ人生充実度っていうのがあるんですけど、はい。この5つの指標で成り立ってるそうです。で、入りやすさが30点満点。学費の安さ20点、就職20点、将来の年収20点、充実度10点、ランキングが出ていましたので見ていきたいと思いますね。はい、まず第16位、総合得点58点、関西学院大学、入試の入りやすさが30点中16点、だからいわゆる簡単であれば簡単であるほど高く出るってことですね。点数が、学費の安さが8点、高めってことだろうね多分ね。して収入14点、就職の強さ収入14で充実度6ということで、で、年収が、行政の平均年収40歳が759万円って有名人たちに、ね、出てる人たちっていうのは、小池百合子、そうなんだ。とか、中東の大学じゃなかったでしたっけ。続いて15位は57点で上智大学。入りやすさ4。あ、だから難関ってことですよね。学費が9で、就職の強さが18。年収19。お、高いってことですね。20点満点中19だから。充実度7で、128万円平均年収。はい、有名人、井上久志とか。金田一さんそうだったんだ。で、続いて、第14位が同志社大学。56点。入試時難易度が7。費用が8。就職収入17で、お、結構強いですね。で、充実度が7で、778万円。あ、土井孝子さんとかそうなんだ。これあれですかね、低い方がいいんですからね、ランキング。続いて、慶応義塾大学。お、13位。56点。入試難易度、入りやすさが2。だからめっちゃむずいってことですね。そして、学費の安さ、7。あ、そうなの？慶応って学費安い方だけどな。あ、医学部とか入れたらでも高くなっちゃうか。そして、なんといっても、職業の、就職の強さ20満点です。収入20満点です。充実度7。ということで、平均年収は966万円。という感じで、一番、有名私立大16校の中でトップですから、収入ね。阿川さんと桜井翔、河野太郎ってなんか、すごい区切り。よかった。難易度さえね、低ければすごいとこになると思いますけど。続いて、立命館大学、55点。入りやすさが15で、だいぶ低いですね。はい。で、学費11。で、就職が13。収入10で、充実度6。で、745万円。岡村隆、倉木舞が乗ってる。続いて第11位は学習院大学、55点。入学の難易度は14。まあ、立命館よりは難しいってことか。費用9で、就職11、収入14で、充実度761万円と。角野卓造じゃねえよが乗ってますね。はい。宮崎駿さんそうだったんだ。続いて第10位、中央大学、54。入試の難易度12。費用が9。で、就職収入が14。充実度5。あ、下がりましたね、5。で、767万円。阿部寛、秋元康、古谷一行。9位が東京理科大、総合53。難易度9で、費用4で、18、17で、5。これ点数が高い方が下にいるんだもんね。もうめんどくさいな、これ。就職18。まあ、理系強いですからね。で、収入17で、充実度5。834万円。あ、秋山仁先生乗ってる。続いて第8位が早稲田大学。お、慶応と離れてますね。入りやすさが4なの？おかしくない？いやいや、慶応と並べていいでしょ。2でしょ、入りやすさ。むずいよ、早稲田。なんで上智と同じなの？費用7で、就職収入18、20で、就職が18。でも慶応にはここは勝てなかったってことですね。収入20。で、868。村上春樹とか。まあまあ、いっぱいいるよ、もっともっとね。いや、早稲田、もっと全然、入試難易度は2点だと思うんでね。もしかしたらもっと、上の順位だったと思いますよ。よくないんですけどね。続いて日本大学。あ、日大がここに入るんですね。で、入試の入りやすさ30。簡単ってことですね。めちゃめちゃ簡単ですよってことね。費用10で、就職2とかひどい。年収5、充実度5、717万円。あ、三谷幸喜さんね。第6位、青山学院大学。あ、そうなんだ。52点。入試の入りやすさ9、費用6で、就職収入は15、15。充実度7、747万円が平均年収。滝川クリステルとか、へぇ、蓮舫、へぇ、小田圭介。第5位、関西大学、52点、入試18、まあまあ入りやすい方ってことですね。費用8、就職9、年収11、充実度6で747万円。あ、宮根さん、織田信成、ああ、大崎会長だよね、これ、乗っけとく、ここに。第4位、法政大学、得点50、入試難易度14、ああ、なるほどね、はい。費用9の、職業10、就職12、収入9、充実6、742万円。まあ、就職がやっぱり影響してるね。あ、高畑充希さんそうなんだ。菅本総理ね、はい。第3位、立教大学、総合50。
入試難易度7。法政14で立教が7なの？なんかちょっと、だいぶ法政の難しさと立教の難しさ、偏見入ってる気がするんだけどな。費用6、職業年収に14、16で、充実度7。772万円。美濃門太、佐野元春、古舘一郎。そうなんですね。続いて、明治大学49。明治 ?2 位が。難しさ9、費用7、職業15、収入12、充実6、748万円、安住紳一郎、アナウンサー、井上真央、西田敏行。で、1位が国際キリスト教大学。総合得点46で、一番損するってこと？はい。入学の難しさ3、費用1、あ、高いってことね。学費。で、就職16で収入19、充実度7、卒業生の平均829万円。あ、高いじゃん。結構。やっぱ収入19。小室舞子、舞子さん乗せる、ここに。ジョン・カビラね。うちのチャンネルにもね、二人ちょっと出身出てもらってますけども。なるほどね。どうなのって思うけどな。まあ、どういう感じなのかちょっと読んでみましょうか。大学ごとのコスパが重要になるのは私立大学。私立は何校でも受けられるため、どの大学を選ぶかを迷う人もいる。まずは早慶対決があって、8位が早稲田。早稲田は就職したばかりの頃は幸福だが、社会に出てから30年を過ぎると不幸を感じる傾向があるようだ。80年代、就職組の男性を対象にしたアンケートでは、入社時に元気があった人の出身大学の1位は早稲田。今でも幸せそうな人の大学では、慶応と東大抜かれて3位に急落している。そうなの？早稲田卒の40代男性が自虐気味に語る。早稲田の人は自由を諦めて会社員に徹するのが苦手です。高田の馬場で過ごした日々が忘れられず、いくつになっても学生時代の友達と釣りや競馬など趣味に興じる。いやいやいや。まあ、高田の馬場校のね、武田塾の高田の馬場校の女になりましたけど、まあ昨日もね、夜帰って行くときに、やっぱり学生がね、酒を飲んでるっていうのは変わんなかったね。早稲田は不器用な人が多いと幸福度を下げてしまいがち。一方、慶応13位は、早稲田卒よりも堅実に、実利を追求する人生を送ることになる。その象徴が巨大 OB 組織三田会。年度地域職場などの単位として約870の三田会が存在し、38万人を超える卒業生がネットワークで繋がっていると。はい。塾生は東大に届かないが早稲より上という劣等感と優越感を抱きながら75点の人生を送ろうとする人が多い。なんてことを言うんだよ。学生時代三田から赤羽橋経由で六本木に行って合コン。就活では東大や宮廷大を建てながら組織の円滑油になるとアピールして大手企業に入社する。そして学内で知り合った同期と26歳の時にパレスホテルで結婚式を挙げる。なんじゃそりゃ。ちなみに結婚式の定番がパレスホテルなのも慶応の人脈が関係している。パレスホテルの吉原社長は幼稚者上がりの慶応卒で直接結婚式を依頼すると慶応割が適用される。へえ。結婚後も慶応の人々は男女問わず幅広い人脈を築くと。しかし社交上手は不倫上手だ。距離感を保ちながら賢く遊ぶことに長けている。なんていうもん、偏見の塊。積み上げた真面目さがあるから慶応早稲田ほど離婚しません。そうなの？周囲の慶応卒は奥さんと仲良しだし、バレないようにうまく不倫する人が大多数です。なんていうめちゃくちゃなこと言って。え？明治大学はこうなんだわ。上智大学15位は早慶よりコスパがいいという結果となった。80、90年代は女子人気の高さから女東大と呼ばれる。そうなの？国際関係法科学の偏差値が私立文系のトップだったことも、まあそうですね、高かったことは。しかし近年は他大学国際系学部に受験生が流れて上智の入学難易度は下がっている。そうですね。それでも就職と年収の高さは健在なのでお買い得な大学と言えそうだ。そうだから、さっきのランキングの難易度はちょっと違うんじゃないのって思いますけど。明治はマーチの中で難易度がトップクラス。早稲田への憧れも強く、あと何点で入れたという話で盛り上がりがち。でも就活をしてみると早稲田に及ばず、他のマーチと大差ない。会社に入ると明治卒と誇らしげに言う人は稀で、交友会にも顔を出さない人がほとんどです。早稲田の母校愛を羨ましいと思いながら、明治卒は黙々と生きていく。すげえ、なんか、偏見すごくないこの記事。法政4位は、就職や年収がいまいちだった。法政大学 OB の50代男性は何かを諦めたかのような表情で語った。ひどいな。社会の歯車として安い給料で、せこせこ働く人を大量に生み出している大学ではないか。かつては野球が強く、山本浩二や田淵浩一など、大物プロ野球選手を輩出したが、近年は有名選手もほとんどいない。だから OB から初めて菅さんが首相になった時は久々に誇りを感じられました。法政もいいとこです。下に見ないで、法政本。そんな本性だが、近年は変化も起きている。かつて市街の校舎は中核化が陣取っていたが、今は女子学生も増えておしゃれな大学に生まれ変わっている。社長の子が付属校から進学する立教、3位。芸能人が多く通う青山学院、6位はモテる大学とされるが、他の町と比べるが富裕層も目立ち、人付き合いによって交際費が膨れ上がる。膨れ上がるの？そうなの。学費もやや高めでキャンパスに設置されているクリスマスイルミネーションを見て、学費が光っていると嘆く学生が現れるのが冬の風物詩だ。なんていう。就職収入についても経済や工学といった実学より英語や文学が中心なので、ビジネスマンとして成功する人が少ないというデメリットがある。モテるけど大損しか出ない大学だという。そんなことないです。
この2校と対照的なのが中央大学。新宿まで電車で1時間かかる八王子キャンパスでは、青学や立教のように街で遊ぶことが難しい。林に囲まれた多摩でひたすら資格勉強に励み弁護士になる人も多い。まあちょっと新しくできますからね、キャンパスね。遊べない環境が就職の強さや年収を引き上げた。ただし、看板の法学部は23年4月から都心部の茗荷谷に移転するため変化に注目を集め、そうです。最もコスパが悪い次第、国際キリスト教大学 ICU となった。収入は高いものの、入試の難易度が急低大並みに高く、特殊な入試なんだけどね、ICU は。学費も年約145万と高額であることが影響した。普通は100から120が相場。学費が高いのは少人数制で学ぶからです。20人ほどのセクション、クラスで英語を学ぶのですか。ああ、アメリカと同じなんだ。セクションっていう名前がついてんだね。一番英語が苦手な人は週11コマも英語の授業を受けることになります。へー。一方、関西のカンカン同立と呼ばれる次第は入試難易度が低いためコスパがいい傾向がある。入って損をしない次第トップも兵庫県の関西学院大学だった。前地より入学しやすい上に就職や年収も悪くない。関西財政会の有力者の子女が関学に通う伝統があり、財界のエリートが後輩を引っ張り上げることで就職の強さが保たれている。京都府にある同志社14位もコスパがいい。学費は総計よりも安く済む。それでいて、京大や立命館よりモテることも多く、就職やビジネス面でも関西ではトップクラスの地位にある。トータルバランスがいい大学だと言えるだろう。偏差値だけではなく、大学ごとの強みや、そして弱み、そしてその後の人生を知っておくのが、人生で失敗しないことだ。ひどいよ。皆さんどう思うかお知らせください。いやー、なんつーランキングだよ、これ。はい、と思いました。はい、ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching.